横浜市は神奈川県東部に位置する市。神奈川県の県庁所在地で政令指定都市である。東京大都市圏に属する市の人口は約377.9万人で日本の市区町村の中で最も多い。地域の下半は旧武蔵国で南西部は旧相模国鎌倉郡。日本有数の港湾都市、商工業都市である。 横浜駅近郊の海岸沿いには大企業のオフィスが軒を連ねている。観光地としても人気があり、横浜中華街や元町、山下公園などがある、館内地区を筆頭に、横浜港未来21地区や山手地区などが有名である。食の名物は、洋食、横浜中華街の中華料理、清陽圏のシューマイシューマイ弁当、横浜家系ラーメン、サンマーメンなどがある。 愛知県の名古屋市や豊田市と比べると認知度は低いが、日産自動車グローバル本社やイスズ自動車本社等の自動車関連企業が集まっており、自動車工業都市という側面も持つ。幕末に開港された横浜港を要する港湾都市であり、外国資本が積極的に当地に進出。そのため近代日本において有数の外資獲得力を誇った。 外国資本の進出とともに、市内には多くの外国商社が立ち並び、英国総領事館やフランス領事館も置かれるなど、外国の空気の色濃く香る景観が形成された。現在でも、西洋近代建築の歴史的建造物が多く、残され、山手の旧外国人居留地や横浜赤レンガ倉庫などは観光地にもなっている。 関東大震災後は政府による積極的な振興政策により、隣接する川崎市などと共に、京浜工業地帯の中核都市となった。第二次世界大戦後は、本木地区など市内の広範囲が在日米軍に接収されたが、結果として、ジャズなどのアメリカ文化が広まり、日本国内におけるそれらの発信地となった。1989年の横浜博覧会以降、 ウォーターフロント計画の横浜港未来21が本格指導し、歴史的建造物や自然環境に配慮しつつ、高層ビルが立ち並ぶ、先進的な街づくりが行われた。その中には、横浜ランドマークタワーやコスモクロック21、横浜赤レンガ倉庫といった横浜のランドマーク的建築物も,も存在する。景観の良さからドラマのロケ地に選ばれることも多くなっており、 現代では、首都圏的な先進性の中にも、自然環境と異国情緒が残る、おしゃれで海が近い街といったイメージを持たれている。横浜市内には多くの観光地が存在し、大企業の本社や工場が多数存在する商工業の拠点である一方、東京の衛星都市、ベッドタウンとしての性格も強い。市外の湘南海岸や三浦半島、丹沢山地や、 箱根山にも1時間程度でアクセス可能などアウトドアにも利便性がある立地である。東京都心と比べて不動産価格も安いことから居住区としては常に人気上位にあり、2018年から2020年にかけて複数のアンケート調査結果で2位以下の地区と大差をつけて住みたい街ランキングの第1位に輝いている。この人気については 全国的に認知され、利便性も高い横浜駅周辺に集中している。しかし中心部の中区や西区などを除けば基本的に完静な住宅地であり、郊外の区には田畑が広がるなど一般的な横浜のイメージとは大きな差がある。横浜駅は全国最多である6社局の鉄道事業者が乗り入れる一大ターミナルであり、駅周辺には 全国有数の規模を誇る繁華街が広がっている。西口には全国百貨店売上高でトップ10に入る横浜高島や東口には開店当時東洋一の店舗面積と開店資金を誇った横浜総合などの大手百貨店も存在し、他にもルミネ横浜、JR 横浜タワー、相鉄ジョイナス、横浜岡田やモアーズ、マルイシティ横浜、 横浜スカイビル、横浜ベイクォーターといった専門店街、ファッションビル、駅ビルなどの大型商業施設が集積している。駅近辺には広大な地下街や飲食店街が広がり、さらには JR 横浜タワー内の t j ョイ横浜やアソビルなどのアミューズメント施設も充実しており、ヨドバシカメラ、ビッグカメラなどの大型家電量販店も存在するため、 これらを統合すると多岐にわたる様々なジャンルの店舗が集まっており、衣食住の有名ブランドが揃った便利な環境であるため人気の要因の一つとなっている。また、専門学校や大手予備校、学習塾、各種資格学校なども集積しているため学生街の一面もある。横浜市は東京都心から南南西に 約3 0トルから4 0トル圏内にある東京湾に面した神奈川県で最大の都市である。横浜市の中心機能は中区と西区に集積しており、行政の中心地は管内地区で横浜市最大の商業地は横浜駅周辺地域である。西区と中区にまたがって存在している新都心横浜港未来21エリアは、 行政の中心である館内地区と一大繁華街である横浜駅周辺という二つの中心地を統合する役割で開発された。横浜市では都市再開発が進められており、横浜市内の各地区の結びつきを強化する計画が進行中である。経済活動の中心地であり、繁華街の横浜駅周辺地域は横浜市政の中心地である館内地区から 北北西に約3キロメートルのところにあり、両地域間は事実上分断されており、横浜市政は、両地区の中間に位置する横浜港未来21地区の開発を進めて、横浜都心の一体的発展を進めている。また、横浜都心林海部に位置する東神奈川臨海部周辺地区、横浜駅周辺地区、港未来地区、館内、館外地区、 山下不当周辺地区では、長期的な都市の再生計画が進行中で、これらの5地区を連接バスや LRT で結ぶ案も、検討されている。横浜市域は広大であり、横浜市政が指定する都心は、横浜都心と新横浜都心、ハザー地区、新羽根地区、新横浜地区である。また、主要な生活拠点としては、鶴見駅周辺、江北 NT センター、 二俣川駅、鶴ヶ峰駅周辺、戸塚駅周辺、上大岡駅周辺が指定されている。広北 NT センターを除く各地区は JR 東海道線、横浜線、東急東横線、京急本線、相鉄本線の鉄道駅を中心として古くから発展してきた町である。広北 NT センターは1965年に 策定された横浜市六大事業の一つとして、当時の江北区に計画的に開発された町である。都心と各主要な生活拠点間は、横浜市営地下鉄のブルーライン及びグリーンライン、横浜環状道路を中核とした自動車、専用道路によって計画的に結ばれる予定となっている。また、市内北東部の鶴見区や神奈川区の臨海部を中心に、 隣接する川崎市や大田区などとともに、京浜工業地帯の一角を成しており、多数の重化学工業の工場や、代償様々は事業所が立地している工業都市でもある。横浜市は横浜都心を核とする県内最大の都市であると同時に、東京の衛星都市、ベッドタウンとしての側面も強いことが特徴であり、市内の多くは給料地の閑静な住宅街である。 昼間人口は約342万人と夜間人口に比べ約30万人市外に流出しており昼間人口に関しては約354万人の大阪市を下回る2015年度の東京都へ通勤通学する15歳以上の就業者及び通学者の割合は25.3%でありいわゆる横浜都民が多い 2015年の横浜市の中夜間人口比率は91.7と、政令指定都市かつ県庁所在地でありながら100を下回っている。郊外の区では、首都圏への人口集中によりスプロール化した市街地が散在しており、都市基盤整備が推進されている。青葉区など東急田園都市線沿線の玉、田園都市をはじめとした市内北西部の新興住宅地は、 鉄道網も横浜駅を経由しない東京からの放射線が軸となるため、東京都心のベッドタウンとしての性格がさらに強い。2015年の青葉区の昼間人口の人口比率は76.2であり、横浜市の行政区の中では最も低い。横浜市の人口は約376万人と、日本の市区町村の中で最も多いが、東京電力や、 東京ガスといった地域ブロックの電力会社やガス会社、その他関東地方を統括する大企業の本社、関東支社は東京に置かれることが多く、また前日の通り通勤、通学時に東京に流出する人口が多いため、夜間人口と比べて業務機能の集積は比較的少ない。横浜市の市内総生産は12.3兆円であり、 関西地方の中心であり人口、約275万人の大阪市の18.7兆円の3分の2ほどしかない。また、東海地方の中心であり人口、約232万人の名古屋市の市内総生産は12.3兆円と、横浜市とほぼ同程度である。横浜市域は、南に接する鎌倉に、鎌倉幕府が置かれた鎌倉時代から本格的に、 開発され始めた。江戸時代には、江戸幕府が置かれた江戸に近いため、幕府直轄地や旗本とも地が大部分を占め、藩は小規模なムツー藩のみが置かれた。また、大きな港を持たない、鎌倉幕府の海の玄関口として、ムツー港が江戸湾内海交通の要衝として、神奈川港が早くから栄えた。江戸時代末期には、神奈川沖、 小芝で締結された日米修行通商条約により、神奈川を開港上にすることが定められた。実際には、神奈川港の対岸にある横浜村に新たに港湾施設が建設され、短期間に国際港の定裁を整えた。安政6年6月2日に開かれた横浜港は、近港とも呼ばれ、キート貿易港、商業港、旅客港として、 また工業港として急速に発展。横浜を日本の代表的な国際港湾都市へと発展させる礎となった。1889年4月1日に市政が施行され横浜市となった。地域の面積は市政施行時には横浜港周辺の5 4平方メートルに過ぎなかったが、 6時にわたる拡張と埋め立てにより437.71、軽平方メートルとなっている。1927年の区政施行で、地域は5区に分けられ、周辺町村の合併と特域の再編を経て、行政区の数は18区となっている。市政施行時の横浜市の人口は約12万人だったが、その後は東京都市圏の拡大とともに、 第二次世界大戦中の一時期を除いて増加の一途をたどり、現在では約376万人となった。これは日本の市区町村では最も多く、人口集中地区人口も東京23区に次ぐ。これは市の面積が大阪市の2倍程度、名古屋市の約1.5倍程度と広大なこと市内に 山地や湖など居住に適さない地形がほとんどないこと、市内全域が東京都心へ通勤圏内であるために東京のベッドタウンとして市内の多くが宅地化されていることといった要因によるものである。ただし人口密度は大阪市、川崎市などの方が高い。百五十六年には政令指定都市に百八十八年には業務各都市。 2011年には環境未来都市と国際戦略総合特区に指定され、2012年には横浜駅周辺地区などが特定都市再生緊急整備地域に指定された。2010年代以降、首都直下型地震発生の危険性が高まっている。2018年に今後30年間で震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が82%と算出されており、 地震学的には、横浜市全体が危険地帯とされている。横浜市18区色分け地図横浜市営地下鉄路、千図市域は、神奈川県の東部にあたり、統計139度43分31秒から139度27分52秒、北緯35度35分33秒から35度18分44秒に位置する。東は、東京湾に面し、 北は、川崎市、西は、山和市、藤沢市、東京都町田市、南は、鎌倉市、逗子市、横須賀市に接する。市域の面積は、神奈川県の約18%を占め、県内の市町村で最も広い。横浜市域の地形は、丘陵地、大地、暖久、低地、埋め立て地に分けられる。市の面積の多くを丘陵地が占めている。丘陵地は、 地域中央部よりやや西寄りに分布し、地域を南北に縦断する。この丘陵地は、ほどがやく、朝日区などを流れる片平川付近を境に、北側と南側で性質を意味する。北側の丘陵地は、多摩丘陵の南端に位置し、標高は60メートルから100メートルで北に向かって高くなっている。南側の丘陵地は、三浦半島に続く。 三浦丘陵の北端部を占め、標高は80メートルから160メートルで南に向かって高くなっている。南側の丘陵地の方が起伏も激しく、標高も高い。鎌倉市に山頂部を置く大平山をはじめとする、通称鎌倉アルプスに続く峠部分が市内最高点であり、市内最高峰の大丸山や円海山もこの南側の丘陵地に位置する。 一方、北側の丘陵は最高峰が高尾山とさほど高い山はない。もっとも平均標高は高く、旭区が市内で最も高い。第一、断球は丘陵地の東西にある。東側の台地は鶴見区の地名を取って下末吉台地と呼ばれ、標高は40メートルから60メートルで鶴見川付近まで続く。西屋泉区、戸塚区など西側の台地は、 相模屋大地の東端にあたり、標高は30メートルから70メートルで南に向かって低くなっている。本木付近で大地が海に突き出し、その南側はネギシ湾と呼ばれる。横浜駅周辺も幕末まで袖ヶ浦と呼ばれる家だった。定地には丘陵地や大地を刻む河川の谷底定地と沿岸部の海岸定地とがある。谷底定地は鶴見川に沿って広がり、 平坦な三角州制定地を形成する。また、海岸部には、埋め立て地が造成され、海岸線は、ほとんどが人工化されている。金沢区の小さな入江平方湾は、鎌倉幕府が江戸湾側の海の玄関口とした天然の良港であった。島としては、金沢区の野島があり、野島海岸が横浜で唯一の自然海浜となった。 横浜の平年気温横浜の平年降水量、本州のほぼ中央、太平洋岸に位置し、欠片の気候区分では、温帯の温暖湿潤気候に属する。気温の年角差は大きく、四季は明瞭。1日の寒暖の差は小さく、1年を通じて穏やかな気候である。横浜では、梅雨時と、中雨、台風の時期に、降水量が多い。夏は、 名古屋伊勢の都市と比べると暑さが穏やかで冬は晴れる日が多く積雪は南岸低気圧によるもので年1から3回程度だが積もる時には比較的まとまることが多い一方西部に位置する緑区の長津田地域や朝日区の二股川地域などは30センチメートル以上の積雪となることも少なくない平成26年豪雪では 朝日区で60センチメートルから70センチメートルの積雪を観測した。横浜の平均気温はヒートアイランド現象により年々上昇傾向にあり、その傾向は特に冬の最低気温に顕著に現れる。近年では氷点下まで冷え込むことも稀となっており、冬日は年に数日程度である。一方で、朝日区や西役など横浜市西部は緑比率が高く、 内陸部に位置することから、市中心部と比較して気温は低い。特に冬季の最低気温では、横浜気象台より5度程度低く、氷点下5度以下を記録することも多い。中心部と比較して、積雪も多い。夏季は、鶴見区や港北区など北東部ほど、平均気温が高くなる一方、緑地のまとまって存在する西部の旭区、緑区や南部の境区、 高南区などの平均気温は低くなり、最大で2度程度の差が開くこともある。横浜の都市平均降水量は1688.6ミ、mm、リメートルで、月平均降水量の最高は9月の233.8ミ、mm、リメートル、最低は12月の54.8ミ、mm、リメートル。年平均気温は摂氏15.8度で、月平均気温の最高は8月の摂氏26.7度。 最低は1月の摂氏5.9度。年平均相対湿度は67%で、月平均相対湿度の最高は6、7月の78%、最低は1月の53%。年平均風速は秒速3.5メートルで、最大は3月の秒速3.9メートル、最小は7、8月の秒速3.2メートル。6月から8月にかけて、 南西風が卓越する他は、北風が卓越する。年平均の合計日照時間は1964.4時間で、最多は8月の206.3時間、最小は9月の130.7時間。大気現象の都市平均日数は、雪が9.7日、霧が8.0日、雷が12.6日となっている。横浜地方気象台の観測史上。 最高気温は2013年8月11日及び2016年8月9日の摂氏37.4度。最低気温は1927年1月24日の低、摂氏8.2度。同じく飛行水量が最も多かったのは1958年9月26日の 287.2mm、年降水量が 最も多かったのは1941年の2 5 3 5 2トル。横浜の初雪の平年値は1月7日で、初霜は12月10日、初氷は12月12日。桜の開花日の平年値は3月26日で、満開日は4月3日となっている。地域にはおよそ25カ所の後期急石器時代の遺跡が発見されている。縄文時代の遺跡は、 つづき区の花見山遺跡など数多く見られる。中期までの弥生時代遺跡は少なく、中期後半以降は、つづき区の大塚か、西勝土遺跡など、方形集工房を伴う、観護集落が現れる。古墳の出現は4世紀の中期以降とされ、青葉区の稲荷前古墳群などはこの時代の遺跡である。地域の地名に関する、文献上の書室は、 日本初期の安官天皇元年の城とされる。武蔵国に住む豪族が、立花、倉総軍、さらに倉木軍他4箇所を三宅として献上したと記される。7世紀後半までに、市域には武蔵国吉祝軍、倉木軍、鈴木軍、相模国鎌倉軍が置かれた。青葉区の長者ヶ原遺跡は、8世紀に成立した鈴木軍が後とされる。なお、 続き軍の名が見える最古の記録は万葉集である。延長5年には続き軍の杉山神社が式内社とされた。この杉山神社には論者がいくつかあり、位置は確定されていない。地域は奈良時代以降、人口も増えて生産力を高めた。平安時代には各所の開発も進み、坂東八平市や武蔵七島など関東武士の力が蓄えられた。 地域には、平子氏、新外氏、稲毛氏、綴り島などの武士団が勢力を張った。今に残る広明寺、宝章寺など、平安時代以前の混流とされる寺院は、これら有力武士団の支援を受けていたものと考えられる。正明寺庭園地域は、鎌倉に、鎌倉幕府が開設された12世紀から本格的に、開発が始まった。 鶴見川や河川川などの河川流域では農業が発達し、13世紀前半には現在の新横浜周辺地域にあたる小机京鳥山から多摩川、鶴見川周辺地域が幕府によって大規模に開発された。また、東京湾に面する六浦港が鎌倉の玄関口として文化、交易、産業の中心地となり、 中国大陸との貿易や内湾の交易によって栄え、武士や商人、職人、宗教者などが多く集まり賑わいを見せ、東海道に接して栄えた神奈川港と共に漁業と海運業の発達へとつながっていった。横浜の名の書室は室町時代中期の過吉2年の文献である。この年、平子氏の家臣と思われる市川岸と昼間半数の両名が、 石川宝金剛院に横浜村の薬師同盟電爆を寄進する旨の文書が残されている。ただしこの横浜は現在の横浜と異なるとされ、現在の横浜市の原型となった武蔵国倉木郡、横浜村は1667年に完成した吉田神殿に役場を設置している。ペリー一行の上陸日本海軍水路量、作成改図、 武蔵国横浜の一部、1874年間江戸幕府が置かれた17世紀以降は、東海道の宿場とされた神奈川塾、ほどがに宿、戸塚塾を中心に発展する。特に、神奈川港を持つ神奈川塾が、江戸湾内海交通の要衝の一つとして栄え、対する、六浦港は、歌川広重が、金沢八景を浮世絵としたように、 風光明媚な景勝地としての色合いを濃くしていった。なお、江戸時代末期までの横浜村は、全室二つの港とは、対照的に、個数わずか百個足らずのサス状に形成された、反応反漁の豪村であった。横浜村の運命を一変させたのは、当時国交を持たなかった、アメリカのマシューペリー率いる、黒船の来航であった。太平洋航路の拠点として、また、 捕鯨の際の供給基地として、日本の港を利用することを望んだ。アメリカ海軍の黒船一行は、ムツーラ藩、小芝村沖に無許可のまま2ヶ月間闘病し、幕府の対応を待った後に、横浜沖へと進み入り、その後幕府は横浜村に設営した応接所で外交交渉を行った。交渉の結果、海永7年、安政元年に横浜村で、 日米和親条約が締結され、安政5年には神奈川沖、小芝のポーハタン号上で日米修好通商条約が締結された。この通商条約に神奈川を開港するよう定めたことが横浜の都市開発の発端となった。幕府は東海道に直結し、当時すでに栄えていた神奈川港を避け、外国人居留地を遠ざけるため、対岸の横浜村を 神奈川在横浜と称して開港地とした。横浜村には短期間で外国人居留地、深谷資在の笹井万太郎による鳩場、運場所など国際校の定裁が整えられ、安政6年6月2日に横浜校は開港した。横浜市では6月2日を開港記念日としている。しかし直居は6年遅れた。文久、源氏元年には、 安政後過国条約の相手国へ、横浜サコーパン施設団を派遣するも失敗。撮影戦争まで起こった。壮然とした世相にもかかわらず、横浜には、ジャーディン・マセソン、デント商会、そして、オリエンタルバンクが進出してきた。慶応2年には、香港・上海銀行も、支店を出した。明治5年にはドイツ銀行までやってきた。 神奈川県立歴史博物館日本郵船、横浜支店横浜村は、幕府が設置した、運上省境に、伊賀を外国人居留地、伊北を日本人居住区とした。境界には石書が置かれ、石書から外国人居留地側を、館内、以外を館外と呼んだ。外国人居留地には、イギリスやフランス、ドイツやアメリカを中心とした各国の外国商館が、 立ち並んだ。今に残る横浜中華街は、外国人居留地の中に形成された、中国人商館を起源とする。一方、日本人居住地は、横浜町と名付けてご区域に分割し、各区域に名主を置いて総都市寄りが、町全体を統括、初代横浜総都市寄りには、歩道がやじ本人か、第十代当主のカリベ西米は初めがついた。明治6年、 横浜町は第一区一番組に編入され、1874年6月14日、大区小区制により、第一大区一小区となり、1878年11月21日に、軍区町村編成法に基づき、第一大区が横浜区となり、倉木郡から分離して、横浜区町が管轄することとされた。そして、1889年4月1日、 市政が施行されると同時に、横浜区は市となり、横浜市が誕生した。当時の市域面積は、横浜港周辺の5 4平方メートル面積は狭いものの、市政施行当時、すでに個数27,209個人口121,985人に達した。その後、館内地区は、市政と商業の中心地として発展する。 開港当初の横浜港には東鳩場と西鳩場が設置され東西鳩場はその形から象の花と呼ばれた。象の花は現在の大桟橋の付け根部分にあたる。ここでの貿易は木と茶、海産物が輸出され木の織物、毛織物が輸入された。明治三年四月十五日には当時神奈川県知事であった盛のにより横浜び 横浜港の守り神として、野毛山に伊勢山港大神宮が国費を持って創建され、この日は横浜市の祝日と定められた。明治5年9月12日には、新橋と横浜をつなぐ日本初の間接鉄道が開通し、新橋、横浜それぞれの会場で盛大に開業式典が取り行われた。同年には、神奈川駅と鶴見駅も開設されている。当時、 キート貿易の主導権は外国商館にあった。そのため、横浜商人と呼ばれた日本人貿易省は、1873年にはキート改め会社を設立して競争力を高め、1881年にはキートに預かり所を設立してキート貿易の主導権確立に努めた。また、横浜商人たちは、県営水道の設置、 横浜共同伝統会社の設立、従前病院の設立、キート検査所、商業会議所の設立など、都市基盤の整備と商業の発達に大きく寄与した。1909年には、開校50周年を迎え、この年の7月1日から3日間にわたって、横浜開校50年祭と命打った数々の記念行事が催され、全市はほとんど家族打ち連れて外出せしやの見やりと、 伝えられた。できたばかりの振興不当で行われた式典では、森大外の作詞による横浜市歌が、市内小学生の合唱によって初めて披露され、各国観戦は祝報を放った。また、この時、市長の浜菱が制定され、市民の寄付による開校記念横浜会館竣工現、横浜市開校記念会館、ジャックの塔の建設が計画されるなど、 市政志向20周年と合わせて、盛大に祝われた。大正時代に入ると、鶴見川川口の埋め立てが始まって、京浜工業地帯が形成され始め、横浜港は工業港としての性格をも持ち始めることとなる。関東大震災直後の横浜を視察する、摂政宮氷川丸1923年9月1日に起きた関東大震災では、横浜港、管内をはじめ、 市内全域で甚大な被害を受けた。東京より、震源に、近く、ほぼ直下型地震の直撃を受けた横浜市内は特に壊滅的な被害を受け、各国領事館の建物はすべて倒壊。山手地区の洋館群も壊滅的被害を受け、港湾機能、対外貿易都市としての機能は完全に麻痺した。その後、震災復興事業により、日本を通りの拡幅、 山下公園の造成、横浜3島に数えられる神奈川県庁舎や横浜税関庁舎の建設などが行われ、1929年にはほぼ球場に復した。昭和時代に入り、1927年4月に第三次市域拡張が行われ、同年10月には区政が施行されて鶴見区、神奈川区、中区、ほどがや区、磯子区の国が置かれた。 以降も、第6次まで続く、地域拡張と東京湾岸の埋め立てにより、地域は拡大し、地域面積は437.38、京平方メートル、行政区の数は18区となっている。1930年前後には、現在山下公園に係留されている日川丸など、豪華客船の就航が相次ぎ、横浜港は太平洋航路の乗船地として、 客船黄金時代の一翼を担った。また、この頃の横浜港は、キート貿易港から工業港へと変貌し、輸出、輸入とも、機械類、金属製品、鉄鋼の割合が高まった。この傾向は、第二次世界大戦中の軍需生産期、戦後の高度経済成長期を経て、より強まっていった。 第二次世界大戦末期の1945年5月29日の横浜大空襲では、磯子区から鶴見区に至る沿岸部が焼き尽くされ、中区、西区の中心市街地は壊滅した戦時中を通じての空襲による被害は、理災面積694万坪、理災人口39万9187人、理災個数9万8361個、 死者5830人、負傷者14215人に及び、市街地の46%が被害を受けた。同年8月の終戦により、イギリス軍やアメリカ軍、ソビエト連邦軍を中心とした連合国軍が侵駐し、横浜の中心市街地と横浜港は接収され、都市機能は麻痺した。連合国軍は、横浜税関ビルに連合国軍、最高司令官総司令部と、 太平洋陸軍総司令部を置き、軍事拠点とした。空襲とそれに引き続く接収により、横浜の復興は大幅に遅れた。1950年、横浜国際港と建設法が制定され、復興に向けた取り組みが本格化する。1951年には、サンフランシスコ講和条約が締結され、日本の連合国による占領体制が終わり、新たに市長となった。 実業家で、元貴族院議員の平沼良造のもと、接収解除に向けて動き始めた。また、この年には、横浜港の管理が、国から市に移管された。条約が発行した翌1952年以降、大桟橋や山下公園などが、次々と接収解除された。1957年には、横浜国際港と建設総合機関計画が、決定され、 今日に至るまでの都市計画の骨子となった。なお地域には150万平方メートル余りの在日米軍施設がある1月1日現在。1956年9月1日、制度の開始とともに政令指定都市に指定される。この頃から相模鉄道を中心とした横浜駅西口の開発が始められた。1959年に行われた開港100周年。 記念祭では、横浜公園平和野球場で、横浜出身の三空ひばりや草笛光子が3万人の観客を前に歌った。1964年5月には、根岸線が開通し、同年10月には、東海道新幹線の開業に伴い、横浜線との交点に、新横浜駅が開設された。横浜駅、 西口地下街が完成したのもこの年で、横浜駅西口は急速に発展し始めた。また、1960年代後半には、中区の元町商店街が活況を停止し、元町ブランドで固めた山手の女子高生たちのファッションは、後に1970年代後半の浜トラブームへとつながっていく。また、百六十六年には東急、田園都市線が開業し、 今まで寒村であった市北部が東京のベッドタウンの多摩田園都市として発展し始めた。横浜市営地下鉄1963年、日本社会党の衆議院議員であった安方和夫が市長となり、革新市長のリーダー的存在となった。1965年1月、安方市政した横浜市六大事業と呼ばれる都市計画プロジェクトに着手した。 これは、横浜港未来21に代表される都心部強化、金沢地崎埋め立て事業による中小企業の集約化、港北ニュータウンの建設によるスプロール現象の抑制と良質な住宅街の提供、横浜市営地下鉄である高速鉄道建設事業、高速道路建設事業、横浜ベイブリッジ建設の6事業からなり、都市基盤の整備と、 中枢管理機能の充実を図るものである。まず、高速道路建設に取り掛かり、1968年には、神奈川県道高速横浜羽田空港線が開通する。1972年には、横浜市営地下鉄が開通した。また、1979年には、横浜横須賀道路日の朝日生が開通し、1981年には、仮場日の間を、 1982年には、朝日が、寿司館と寿司、絹笠館を、共用開始した。横浜スタジアム1977年には、金沢千崎埋め立てが完成し、1990年に、大黒不当の埋め立てが完成すると、横浜の東京湾沿岸における、大規模埋め立て事業は一段落した。日本社会党委員長として国政に復帰した、明日方の後を受けて、 1978年に市長となった最後はド同一も六大事業の推進に力を注いだ。1980年には広北ニュータウンの入居が始まり、1985年には人口が300万人を超えた。また、1978年には横浜スタジアムが完成し、横浜太陽ホエールズの本拠地となった。1989年、 市政100年と開港130年を記念して横浜博覧会が開催された。同年には横浜ベイブリッジも開通し、1994年の鶴見つばさば開通と合わせて首都高速湾岸線の整備、延伸が進んだ。1990年、急成した細里の後を引き継いで市長となった高秀秀信は六大事業の中心となる。 都心部強化、横浜駅周辺地区と関内地区の間をつなぐ、横浜港未来21地区の整備を本格化させた。1993年には、港未来21地区のシンボルとなる、横浜ランドマークタワーが完成した。港未来21高比では、6大事業の継続に加え、江北ニュータウンや新横浜等における、横浜市北部での新規事業を追加した。 1999年横浜動物園ズーラシアが開園し、1998年に完成した横浜国際総合競技場と横浜国際プールは高秀で姿勢の象徴となった。2002年には国際総合競技場で 2002FIFA ワールドカップの決勝が行われ、国際プールではパンパシフィックスウ選手権が行われた。また、2002年には 横浜港大山橋国際客船ターミナルの建て替えが完成した。横浜国際港と建設法に基づく国際港と建設事業である横浜市内の都市計画道路は戦後進捗が遅れていたが高秀市政権に事業化された区間も多く一定の進歩が見られた。2002年高秀と争って新たに市長となった中田博氏は財政改革、行政改革、 医療と教育の民営化を軸にした政策を打ち出した。主な政策としては、家庭廃棄物の分別収集、外郭団体の見直しや統廃合、公立病院や保育園の民営化、交通局や水道局の構造改革、新緑税導入、横浜都心の立地企業増加に向けた企業立地促進条例の制定、横浜港への客船機構促進等を実施。 2008年度には、1961年度以来47年ぶりに、普通交付税の不交付団体となる、統制下に現れた。また国際コンベンションも、積極的に誘致し、2010年日本ーペックの開催を実現した。一方では、都市計画道路整備の予算が減少し、事業速度の低下が見られた。2009年、開港150周年。 市政施行120周年を迎え、横浜市などが設立した財団法人横浜開校150周年協会が中心となって様々な記念事業、祝祭イベントが行われた。同年4月28日から9月27日まで、横浜港未来21新構地区で開国博愛150が始まりでも開催、4月19日には横浜動物の森公園で、 第20回全国、緑の愛護の集いが開催された。5月31日には、横浜国際平和会議場国立大ホールにおいて、横浜開港150周年記念式典が、挙行された。このほか、開港150周年を記念したプロジェクトとして、象の花地区を中心とした広場や、緑地の整備、開港150周年の森づくり、横浜マリンタワーの再整備、 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校の開校などが実施された。また、同年7月に任期途中で中田が市長職を辞任した。第45回衆議院議員総選挙と同じ同年8月30日に行われた市長選挙で東京日産自動車販売代表取締役社長の林文子が新たな市長に選ばれた。 2010年11月13日から14日には、パシフィコ・横浜が2010年日本 APEC の参加国首脳会議の会場になった。2011年3月11日の東日本大震災では、ごく少数ではあるものの、地震動による建造物の前半回、液状化現象による建物損壊が見られ、大規模な停電が発生し、少数の死傷者などの被害が発生した。 また、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質が地域にも降下したため土壌の除染等の対応が取られた。2013年5月には保育所待機児童数がゼロとなったことを発表した。これは横浜方式と呼ばれる一連の待機児童解消政策の成果とされる。2020年、横浜市の中心部は企業集積が進み、 横浜市単独で福岡、札幌、京都、神戸の都市雇用圏の合計人口を超えるなど、20世紀以前と比較して、見違えるような発展を遂げている。横浜市の人口の推移から2009年まで横浜市の人口は、1942年に100万人を超え、戦時中は減少したものの、1951年に再び100万人を超え、 1968年に200万人を超えて名古屋市を抜き、1978年には大阪市を抜いて東京特部に次ぐ大都市中第2位となり、1985年には300万人を超えた。現在は377万9890人と全国の基礎自治体の中で最も多くなっており、これは10番目に人口が多い都道府県である。 静岡県に匹敵する。市の人口が多い理由は、市域面積が大きいことや、産地故障が少ないことなどが挙げられる。また、第二次世界大戦後に急速に人口が拡大した理由は、戦後復興に伴い、京浜工業地帯や関内駅、横浜駅周辺など、東京湾沿岸部の商工業が発展したことや、高度成長期以降に顕著となった東京一。 局集中により、地方から都市部への人口流入が進んだこと、市郊外の私鉄沿線に沿って宅地開発が進み、東京特部のベッドタウンとしての性格も強く持つようになったことなどが挙げられる。特に、横浜都心に直接接続しない、田園都市線沿線の開発は、横浜に住んで、東京に通勤通学する、いわゆる横浜都民の増加をもたらした。 平成27年度の国勢調査によれば、横浜市の中夜間人口比率に対する昼間、人口の比率は91.7%となっている。横浜市の中夜間人口比率は長らく、低落傾向を示していたが、1990年代、初めにそこを打って、以降、緩やかな上昇傾向が続いている。なお、東京都特別区部への通勤率は、 横浜市平均で23.7%で、最も高いのが、青葉区の38.2%で最も少ないのが、西約の12.9%となっている。行政区別の人口が、最も多いのは、江北区の36万143人で、以下、青葉区31万1176人、鶴見区29万7176人、 十八万四284,489人と続く。人口の最も少ない区は、西区で104,853人、以下、栄区十区1 2百6 8 2人、西12万122,125人、中区151,235人と続く。2015年国勢調査の結果を基準人口として、行われた将来人口推計によると、 横浜市の人口ピークは2019年で2065年には約302万人に急減すると推計された。また、65歳以上の人が占める割合は人口ピーク時で24.8%、2065年には35.6%に達するとされている。2020年の国勢調査の独自の集計による人口、 世帯数の速報値によると、横浜市の1世帯あたりの人数は2.15人で1920年の統計開始以来、過去最少となった。神奈川区、中区、西区、南区は2人未満だった。横浜地方裁判所、横浜税関横浜市開港記念会館横浜市に、置かれる国、独立行政法人、特殊法人の機関は以下の通り、 横浜市に置かれる各省庁の地方支分部局のうち関東地方を統括するものは国土交通省の関東地方整備局、関東運輸局、海上保安庁、第三管区海上保安本部など数少ない。それらの多くは中区山下町の横浜地方合同庁舎、もしくは中区北中通りの横浜第二合同庁舎に所在する。 神奈川県庁本庁舎神奈川県内の衆議院小選挙区神奈川県庁、神奈川県警察本部、神奈川県立図書館など多くの機関が所在する。2014年3月20日の本会議で議員定数を現行の107から105に削減する条例改正案が賛成多数で可決された。これにより2015年選挙から青幕選挙区は4から3となった。 横浜市の当面の課題としては、幹線道路整備の遅れによる市内各拠点と郊外住宅地を結ぶ体系化の見立つ、低い昼夜間人口比率、地域の一体的な発展などがある。都市基盤整備や地域経済圏の確立が遅れた地域もあるため、市内の一体感に乏しいとも指摘されている。直面する課題に向けた政策推進力が求められている。 横浜市政は、神奈川県との二重行政解消のため、神奈川県の持つ権限や事務などを横浜市に移譲し、横浜市が神奈川県から独立して、より効率の良い市政運営を行うことができるよう、横浜特別自治市構想を掲げている。なお、東京23区のような特別区は設置せず、市および区の二層構造を基本とした現行の行政区を単位に、 住民自治の制度的強化を図る構想である。館内駅前に所在した旧市庁舎の老朽化や執務室の不足に伴い、横浜市では20年以上にわたり市役所の移転や建て替えが検討されてきた。2013年、中区北中通り南地区に市役所を全面的に移転することが決定され、2020年1月31日に新市庁舎の建物が竣工 同年6月29日より全面供用を開始した。現在の市役所の最寄り駅は、馬車道駅と桜木町駅である。横浜市では、市議会を、市会と称している。鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、江南区、旭区、緑区、西区、堺区、泉区、青葉区、鈴木区、東京、川崎から続く市域の沿岸部には、 景品工業地帯が広がる。埋め立て地を中心とした地域には、鉄工業や化学工業などの大規模工場や火力発電所が多く、内陸部にかけた地域は、部品や食品などの中小規模事業所が多い。横浜駅に鉄道路線が集中したため、商業の中心地は、関内地区から横浜駅周辺へと移っている。そのため、もとの中心地であった、 伊勢崎町や館内の地位が相対的に低下しており、その中間に位置する港未来21を整備することで都心の一体化を目指している。また、新幹線域を持つ新横浜をはじめ、上大岡、戸塚、二俣川、鶴ヶ峰、鶴見、港北ニュータウンなど、主要な生活拠点としての機能を持つ町の整備を図り、都市機能の集積や地域経済の強化に、 注力している。東急田園都市線沿いの青葉区は横浜市街地よりも東京23区とのつながりが深い。横浜市は現在18の行政区で構成される。市役所本庁の所在地は中区。一つの市を構成する行政区の数としては大阪市の24区に次いで日本で2番目に多い。区名と主要な施設、観光地は以下の通り。 上大岡駅港北ニュータウン横浜市の観光入り込み客数は約四千二百五十三万人で、このうち日帰り客が八十七点九パーセントを占めている。また、神奈川県の調べによる横浜、川崎地域の入り込み観光客数は五千五百九十八万二千人で、これは県全体の入り込み観光客数の三十二点七パーセントを占めており、地域別では、 最も多い。横浜市内総生産は2016年に13兆5,596億円に達した。国内都道府県と比較すると、静岡県と広島県の間に位置する。OECD 諸国と比較すると26位のハンガリーと27位のニュージーランドの間に位置する。おおむね、第1次産業が0.1%、第二次産業が21.7%、 第三次産業が82.3%となっており、第一次産業の割合が低く、第二次産業及び第三次産業の割合が高い。他の政令指定都市との比較では、大阪市の約6割の規模であり、名古屋市とほぼ同じである。本社企業も別表の通り少なくないが、それでも大阪市に比べ大きく見劣りするのは伝統的な差、 東京の林圏でベッドタウン的側面が強いこと、これに関連してブロック型の大企業が不在であることなどが影響している。横浜市における産業産部門別就業者割合の推移大手企業は横浜港未来21に本社を設けている。横浜港大桟橋主要な駅横浜駅とその周辺新横浜駅桜木町駅前周辺市内に 所在する路線と駅名の一覧横浜市営バス各、事業者の運行市会社は省略。乗車方法は、走行地域や運行会社により異なる。市営バス、臨港バス、東急バス、小田急バス、富士エクスプレス、大新東バスは、前乗りやと売り先払いで、区間制の路線であっても、整理券は使用せず、乗車時に行き先を乗務員に告げて、 所定の運賃を支払う。京急バス、相鉄バスへの電バス、カンナ中バスは、前乗り後振りの路線と、後乗り前振りの路線があるが、これは地域によって異なる。なお、カンナ中バスでは、主として、都都使い制で、前乗り前振りの路線も存在する。後乗り前降りと、前乗り前振りの路線はいずれも後払いであり、整理券方式をとっている。横浜市は、 横浜国際コート建設法により、日本の代表的な国際コートであるべきことが目的として掲げられている。そのため、国際コートにふさわしい都市計画として、横浜国際コート建設計画を定めることになっており、その道路事業が横浜国際コート建設計画道路事業として計画されている。しかし道路整備率は13大都市間で最低位である。 戦後比較的早期に横浜国際港と建設計画道路事業として策定され、その後も都市計画法制定まで多数の計画路線が追加されたが、事業着手され全線完成した路線は少ない。直近でも夢は、ま、2010プラン1994から2010や横浜中期政策プラン2002から2006、中期計画2007から2010等で、 横浜都心まで30分の交通体系整備を実現させる三環状重放射からなる主要計画があるが全線完成したのは2路線に過ぎない。市内の都市計画道路の整備率は2009年3月31日時点で計画延長 688.93km に対し、 整備済み 446.37km であり、整備率は64.8%である。主要な道路一覧、このほか、首都圏中央連絡自動車道の横浜市内区間にあたる横浜環状南線が2025年度に開通する予定である。横浜ベイブリッジパシフィコ、横浜横浜美術館主要なもののみを以下に記載する。横浜市を拠点に活動する。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、主に横浜港未来ホール、神奈川県民ホール本館、神奈川県立音楽堂で定期公演を行っている。中区を中心に多数存在。横浜スタジアム、横浜国際総合競技場本校では、原則としてプロ及びセミプロのチーム、団体のみを記載する。社会人スポーツクラブについては、上記2つのページを参照のこと。 2022シーズンよりホームタウンを東京都町田市から移転。主要なもののみを以下に記載する。地域に設置されている幼稚園、認定子ども園、小学校、学校、公義務教育学校、等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、及び各種学校の数は、下表の通り。各種学校等の外国人学校は9校。 設置されている。公明党は各区の記事を参照のこと。大学は21校、短期大学は2校設置されている。高等専門学校は設置されていない。公明一覧は、下表の通り。公共職業能力開発施設として、職業能力開発短期大学校が2校、設置されている。山梨県道志村との交流横浜市は、 山梨県南鶴郡の道志村と有効交流に関する協定を結んでいる。横浜市が上水道用水を頼る道志川上流の道志村には横浜市水道局の水源林がある。再生可能エネルギーの活用2019年2月6日には再生可能エネルギーで発電した電力の供給を受けるための連携協定を東北地方12市町村を結んだ。 地球温暖化抑制を目的としている。姉妹都市など横浜市は7都市と姉妹都市提携1都市と友好都市提携し、7都市とパートナー都市提携している。また、横浜港は3港と姉妹港、提携2港と友好港を提携し、1港と貿易協力港を定している。総領事館など横浜市には大韓民国が総領事館を置き、中華民国が 台北中に経済文化代表どころを置いているほか、5カ国が名誉領事館を置いている。1975年前後までは、米国、英国、フランスなども横浜に総領事館を置いていた。海外事務所横浜市は、ドイツのフランクフルトと中華人民共和国の上海、インドのムンバイ、アメリカ合衆国のニューヨークに海外事務所を置いている。かつては、 マレーシアのクアラルンプール6月末に閉鎖、ロサンゼルス10月に設置、2010年3月末に閉鎖にも海外事務所を置いていた。その他の連携協定2011年4月26日、横浜市は国際的な生物多様性の取り組みを発展させることを目的として、国連大学高等研究所と生物多様性に関する連携協定を締結した。 主要な曲面については、神奈川県のご当地ソング一覧横浜を参照。横浜市には、数多くのマスコットキャラクターが存在する。横浜市は、横浜ナンバーを割り当てられている。横浜市全域、鎌倉市、逗子市、横須賀市、三浦市、葉山町。ありがとうございます。